解説担当の夜です。聞き役兼突っ込み担当の赤月だよ。同じく月です。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。モンスターバンコの、隣の席になった美少女が惚れさせようとからかってくるがいつの間にか帰り討ちにしていた。第1巻です。長い長い。著者はアレサン算済でイラストはサバミソれだね。2020年2月2日初版発行だよ。 パチパチパチ。著者のアレサンズイは読むのは歴史小説ばかりで、ライトノベルには特に興味なかったけど、ある時ライトノベルに触れてこれなら自分でも書けるだろうということで、新人賞に応募してあっさり落ちたらしい。それでも書くことを続けていて、小説家になろう。でデビューしたとのことだよ。それは素直にすごいと思いますよ。だよね。継続することは重要だと思うよ。イラストのサバミゾレはいくつからのベのイラストを描いているね。僕も以前読んだ。 夢見る男子は現実主義者とかあったよ。個人的な意見なんだけど本文中の差し絵は動きがあっていい感じなんだけど表紙のイラストは何回も一つな気がするあくまで個人的だけどなぜかからーと白黒で印象が大きく違うイラストレーターいますよね。そうだねそんな感じかもだね各章の構成はいかになるね上関兄の日隣の関恐怖症お弁当お返し隣の関キラー被害者同盟 本気で、本気、プレゼント、かわゆいモード、小悪魔ゆいちゃん、水菜とお出かけ、名女ゆいゆい、デート、隣の赤キラーグロシ、書き下ろし番外編、眠り姫。ではそんな感じで説明していこう。よろしくー。あっか、そうそう。なに<何>今回はディスります。なので、そういうのを聞きたくない方は、ブラウザバックでお願いします。あらら。 でたととということは了承済みとして進めるねわかりました。朝の投稿時間、学校の下駄箱で靴を履き替えていたなりという気は、友人の早見慶太郎から話しかけられた。ここで横槍を入れますけど、なんでしょうなんで下駄箱なんでしょうねえ、だって、下駄じゃないのにと思いませんかそうだけど、筆を入れない筆箱とかね。そうそう。外国の方が日本語検定を受けるときに悩むらしいですよ。そうなんだ。 はい。申し訳ございません。話の腰を折りました。続けてください。はいはい。えっと、なんだっけあっそうそう。二学年の六月、教室で席替えが行われ、彼は窓際一番後ろになった。その隣の席はクラス1、置。医学内でも屈指の美少女だともっぱら噂の高月結衣だった。それを慶太郎が羨ましがっていた。しかし、優斗と,としてはむしろ宝くじが当たる方が嬉しかった。さらに慶太郎が言う。 これまで隣の席になった男子は漏れなく告白して、残らず玉砕しているって噂とのこと。一部では、隣の席キラー。なんて異名もつけられているとのことだ。なんじゃそりゃ。そして、早速彼女は親しく話しかけてきた。静かに本を読んでいた優とにグイグイと話しかけてくる。帰りも途中まで一緒に帰ろうとなりついてくる。とある会話から会話に詰まったイに妹と同じような感覚で、いつもの癖で頭に手を置いて撫でる。 そこでユイは顔を真っ赤にしてパニックを起こして去っていく。はい。夜さん。なんでしょうこういうのって学園物によくあるけど。うん。正直親しくもない男の子に触られたら気持ち悪いです。だよね。よく顔を真っ赤にしてって、どんなちょろいんだよって思います。そうだね。僕もそう思うよ。まあね。名ノベの定番だよね。ごめんなさい。また話の腰を折りました。はいはい。そこで別れて家に帰ると。 三つ年下の妹、水菜が迎えてくれた。彼女は母に似てかなりの美少女だが、ちょっと残念な感じだね。なんたって下着姿でうろついたりするくらいだからね。いやいや、ないな。中二くらいだとさすがに家族でも下着は見せないよね。ね。知り合いに高校生になっても父親と一緒にお風呂入っていた子いたけど、そんなの例外でしょう。それは結構例外だと思う。一方のゆいだが、実は彼女は中学まではくらいと言われ。 今と逆の意味で隣の席は外れと言われていた。そんな中、姉からのアドバイスで明るくなった彼女は、今度は隣の男子から告白されるようになった。そんなのが鬱陶しいなと思っていたが、ゆうとは反応が違ったことから、少し気になってきた。そういうことからお弁当を作ったりデートに誘ったりと積極的なアプローチをかけるが、ゆうとは罠だと思っているので乗ってこない。そんな二人の食い違いがストーリーの主軸だね。ほほ。で、 おすすめランクはどれくらいですかそうだね。S、A、D、C、D と分けると、うん、C かな。評価低いですね。積極的に面白くなかったというのが正直な感想かな。ラブコメでもないし、日常系というわけでもないし、特徴が捉えにくいんですよね。ヒロインが可愛いといえば可愛いんですけど、なんでしょう。魅力的じゃないんですよね。 むしろお姉さんの方が個性的でキャラ立ってましたね。そういう意味では主人公の妹もキャラが濃いです。言うとは淡泊で、ユイが終始振り回されている感じもね。違和感を感じるとまあ、元も子もないことを言えば、フィクションだからいいんだけどね。それを言っちゃいますか。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様。 まったね